1993年の広島東洋カープでは、1993年における広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、山本幸二監督の5年目のシーズンである。前年の B クラスから巻き返しを図るチームは、開幕カードで、前年優勝のヤクルトに連勝するなど、球団初の開幕6連勝と、ースタートを切り、 5月3日時点で2位中日に4ゲーム差をつけ首位を回装。ところがそこから5連敗を2度騎士首位から陥落。その後は5割前後を行き来しながら投手陣の不振を打撃陣がカバーする形で A クラスを維持。後半戦に入ると投げ回をカバーしていた打撃陣が揃って不振に陥るようになり、8月31日からよもやの12連敗で最下位に転落。 連敗脱出後も10月21日から26イニング連続、無得点で閉幕するなどの低迷が続き、最終的に、首位ヤクルトと27ゲーム差の再開で、シーズン終了。打線は、この年本塁打王の江藤里氏、打率2位の前田智則が活躍した一方で、投手陣は、笹岡慎治が5勝17敗と大きく負け越すなどに、桁勝利ゼロ。 チーム防御率再開と不審で、結局19年ぶりの再開に沈み、山本監督は12連敗の翌日の9月16日に辞任を発表した。この年のサヨナラ負け14回は日本プロ野球ワースト対記録である。ありがとうございます。